ライアン・マシューズはカリフォルニア州リバーサイド出身のアメリカンフットボール選手。現在フリーエージェント。ポジションはランニングバック。黒人の父親と白人の母親の間に生まれた。彼が生まれた時、母親はまだ16歳であった。父親とは数回しか会うことがなく、彼と母親は最初の4ヶ月を1969年式のオールズモビルで過ごした。 彼が子供の時、母親と共にベーカーズフィールドから南東に35マイルの手八っぴに引っ越した。そして母親は生活のため複数の仕事を掛け持ちで行った。5歳の時からライアンはフットボールを始めた。彼女の母親は必ず試合を見に行った。中学を卒業すると共に彼はベーカーズフィールドの高校に入学。そこでランニングバック、クォーターバック、 ラインバッカーとしてプレーした。2年の時、オフェンスでは1,104ヤードを走って 18TD、ディフェンスでは97タックル、16サックを上げた。3年の時には3,396ヤードを走り 44TD、QB としても851ヤードのパスを投げて 11TD を上げた。この年彼は、州のファーストチーム、オールアメリカンのセカンドチームに選ばれた。 アリゾナ州立大学、コロラド大学、ネバダ大学、ワシントン大学、UCLA からのリクルーティングもあったが、彼はカリフォルニア州立大学フレズの子を選んだ。大学1年時には145回のキャリーで866ヤードを走り、14TD を上げた。平均獲得ヤードと TD 数はこの年の全米の1年生トップの数字であった。2年時には、 開幕から4試合経過したところで、ラン獲得ヤード、TD 数で全米のトップ10に入った。開幕から4試合目の UCLA 戦では166ヤードを走りに TD を上げたが、この試合で膝を負傷してしまった。その後3試合での出場機会はほとんどなく、最後の5試合は欠場、113回のキャリーで606ヤード、8TD でシーズンを終えた。 3年時の2009年には12試合に出場し、全米トップの1808ヤード 19TD を上げた。なお1試合を脳浸透のため欠場している。この年、CBS スポーツ、スポーツイラストレーテッド、AP 通信により、オールアメリカンセカンドチームに選ばれた。12月に大学4年時には進まず、ドラフトにアーリーエントリーすることを表明した。 ドラフト前のスカウティングコンバインの40ヤード走では4秒45の記録を出している。2010年の NFL ドラフトでは、ラダニアントムリンソンの後継者を探す、サンディエゴ・チャージャーズがトレードアップを行い、一巡12位で彼は指名された。フレズノからドラフトで指名された選手としては2002年、全体1位指名のデビッド・カー、1994年、 全体6位指名のトレント・ディルファーに次ぐ、史上3番目の速さであった。チームとの契約は遅れて、トレーニングキャンプをホールドアウトし、8月1日に5年間2665万ドルで契約を結んだ。第2週のジャクソンビル・ジャガーズ戦で足首を痛めて、翌週の試合に欠場した。2011年、第3週のカンザス・シティ・チーフス戦では19回の、ランで94ヤード、 2td を上げて、勝利に貢献した。11月27日のデンバーブロンコス戦では22回のランで137ヤードを獲得したが、チームは6連敗を喫した。この年14試合に出場し、1091ヤード、6td レシーブ50回で455ヤードを獲得した。この年、レイライスの代わりにプロボールに選ばれた。2012年、 7月30日に交通事故を起こし、軽傷を負った。8月のプレシーズンゲームで鎖骨を骨折、復帰は10月頃の見込みとなっている。2013年、キャリアで初めて全16試合に出場。この年、NFL トップとなる6試合で100ヤード以上を走り、合計1255ヤードを走った。オーバータイムにもつれた第17週の、 カンザスシティチーフス戦では24回のランで自己ベストの144ヤードを走り27から24での勝利に貢献した。デンバーブロンコスとのディビジョナルプレイオフでは5回のランで26ヤードの獲得にとどまりチームは17から24で敗れた。2014年第2週のシアトルシーホークス戦で MCL を射止めて7試合に欠場。 第14週のニューイングランドペイトリオッツ戦で足首を負傷しシーズン残り試合を欠場した。2015年3月12日、フィラデルフィア・イーグルスと契約を結んだ。子供の頃、サンディエゴ・チャージャーズのファンであり、ラダニアン・トムリンソンのランニングスタイルに憧れていた。彼は大学でトムリンソンの背番号と同じ21番をつけた。ありがとうございます。